ダナルカンブ遺跡で見つけた壊れたスフィアだね。え？代わりにこんなもの残していきやがった。なにこれ、ハート？こっちの方がいいスフィアじゃない？ざまあ見なかもめだん。いやこっちの方がある意味いいスフィアだわ。このルブラン様と張り合おうなんて千年早いよ。使えるわこっちの方が。かわいいんじゃないか。ルブランかわいいんじゃないか。敵だぞシス。ルブランのスフィアをゲットした。これは大事なものだ。確かにムカつき。ムカつきはリュックのセリフだから。やめなよ。リュックの真似だよ。で、どうする？取り返すに決まってるでしょ。舐められちゃ終わりよ。ベグナガンの方は深く関わると召喚師だった頃に戻っちゃう気がして。私たちは何？スフィアハンターカモメ団よ。そこは乗るんだパインちゃん。こう言って欲しかったんじゃないか。なるほどね。そうだ、取られたら取り返す。それがスフィアハンターの掟。ルブラン一味のアジトに行くぞ。堂々と突撃だ。堂々と命令されるし、変装して忍び込むとか。あ、得意じゃん。それだ、もうさすが言うな。そんじゃあちこち飛び回ってルブラ一味を見つけて奴らの戦闘服を奪う。あー、なるほど。ドレスフィアで良かったんじゃないか。 FF6 の兵士の服をかっぱらうのを思い出すな。やったね、そういえば懐かしい。3人分女子戦闘服か。男子でもいいのでは。いやダメだろ。戦闘服の情報がまだ入ってきてないないということは、なんかめっちゃグアドサラムおすすめされてるけど、星5なんだけど。アジトだしな。星5まずくない？いやもう余裕ってことだろ。つまりビーカネル砂漠に行って、確かここに辞書がある。本当か？あー読めない。何これ、なんかいる。超早い。あ、これなんかさ、あれじゃなかったっけ、魔法使えなくなるやつじゃなかったっけ。ピケット読んでよ。無理だろ、5文字しか見えてないぞ。厳しいな。なんだい、あたしは忙しいんだよ。これ、ね、黒い召喚獣従えてたやつじゃないの。あんな顔してたよ。ギップル、ギップル、ジョゼ寺院に行けって。ジョゼ寺院のギップル。これこそ黒い召喚士。ギップルってさ、うん、あ、鍵上がってる。なんか聞いたことある。ぐるぐるじゃね。ぐるぐるか、テントになるやつ。そうだ。あれか。ちょっとギップルちゃんにさ会ってこなきゃいけないらしいんだが。わあ、めっちゃビリビリしてる。懐かしいな。ここの右の宿屋さんでさ、おねんねしてる子が一人。俺どっち倒したんだっけ本編で。ユナ有名人だもん、仕方ないよ。静かに暮らしたいもんだね。ビサイドでの隠居暮らしが長かったからね。老け込んだか。誰がよ。ユナちゃん強えからな。あれなんか、誰？あれがマキナハのリーダー、ギップルだよ。あれギップルちゃんなの？テントになれるかな？ギップルさえけど悪いやつじゃないよ。面接始めるぞ。ギップルか。わかってこいや。なんで反対してんの？悪い人じゃなさそう。ハロワみたいになってんのここ。
おお、もうちょいだ。マキナは機械。ゼウスなんとかマキナっていうのが某カードゲームにいた気がするが、あれも機械だったっていうか。ゼウスデクスマキナとか。あ、それそれ、あ、トイックやってるんじゃん、シャドバー。うん。うん？いや、割と有名だろ、シャドバー以外でも。え、そうなの？マキナってそう。あれ、機械仕掛けの神って意味だ。え、知らなかったー。うん？知らないのか。あれはギリシャかなんかの劇で、昔の人間が劇やると大体混乱するんだけど、最後に神様がその機械仕掛けの神を出して無理やり大団円にしてよかったねっていうためのものだったはずだぞ。え、お前すごくない？そんなの知ってんの？え、やば。こういうこともたまには知ってるってことだ。あれなんだね、アイマスのさ、うん、メンバー100人以上言えるとかいう以外にも特技あったんだね。まあ、200人以上は言えると思うけど。もっとすごかった。しょうがないだろう。だってあれ300人ぐらいいるぞ。やば。したら、あ、順番来た。発掘させてください。ギップルが面接します。って言われるだけだったらもう最初から良くない？ギップルのとこ行けば。登録割ってからじゃないと入らなかった。多分そういうことっぽいですね。三人ご連編行きさも。わかんない。わかんない。なんて言ってるかわかんない。シス頑張れ。いや、明かせれも。ギップル。ギップル。誰か使えるやつはいないかみたいな話かな。こんにちは。もしかして面接？うん。偉大なる召喚師様が面接。元召喚師。じゃあこっち来てよ。なんか軽いノリの男だな。あ、やった、辞書ゲット。まあ見た目若いしな。んー、賃金を上げてほしい。誰が喋ってる。あ、この茶色いやつじゃなくてこっちか。あ、あ、寝てるやつがいんのか。俺こいつが喋ってるのかと思ったわ。ちょ、キップルぶっ殺してくるか。面接官ボコボコにしたらダメだろ。名前ユナ様か。うわ、エロ。名前？いい感じじゃねえかよ。いい感じ。よ、チドの娘、元気か？リュックって呼べ。兄貴は元気か？相変わらず、ダチも一緒だよ。そりゃ相変わらずだな。あんた何してんの？私はパイン。はじめまして。おお。え、なになに？はじめましてって来たのか今。面接に来たんだけど。初めてじゃないじゃん、完全に。そうだったな。元彼やん。やっとパインの過去が。発掘作業したいの？マジ？現場は砂漠だぞ。大変だぞ。確かに。マジです。じゃあ採用、冗談、おめでとう。え、採用。え、そんな簡単に採用してくれんの？よくわからねえけど、あんたほどの人が働こってんだ。相当生活きついんだろ。え、ちょ俺にできるのはこれくらいだ。なんか勘違いされちゃった。ありがとう。すまん。この紹介状をビーカネル砂漠にいるナーダラってのに見せてくれ。じゃ、頑張ってな。めちゃめちゃ俺生活に困ってる大召喚師様になってる。え、なんか乗れるんじゃない？おー、ルブラン一味がいる。え、なになに、どうしたお前ら。本日はルブラン一味の貸し切りっす。なんで、ぶっ殺してやる。ん？衣装奪えないの？奪えないっぽいね。男性だからじゃない？炎の下駄じゃなくて炎の金魚になった。なにこれ、金魚バタバタしてる。なにこれ、かわいい。かわいい。金魚が突っ込んでったね。金魚強えんだが。あれも魚雷だろ。この道ってなんかやったっけ？ここあれだよね。決まりは通さない。エンケかヴィランがいたとこで なかったっけ？よく覚えてんな。惨めな決まり。
一人で泣き叫べ。まさかあれが円慶。変わったな。生きてたのか貴様。え、頭部里、困ったもんですよ。まったくここで一大イベントを開催するんですが、なかなか売れないんです。イベントのチケット空席だらけですよ。このままじゃどうです。皆さんチケット売ってみませんか。違うイベント始まった。どうして私たちに。それはあんたたちがスフィアハンターだからです。関係ある。え、やるわ。売りにはお任せします。儲けられますよ、高く売れば。ユーナ、やってみようよ。え、あれじゃないの、ユーナと握手券つけよう。おー、ありがたい。大召喚師様の握手券つけ。イベント成功のために1枚 0.1 秒離せます。ユーナちゃんとセンギル、いっぱいいる人が。え、こういうのはね、男に売り込むよ。私さチケット余っちゃったんだよね。あ、買ってくれない。四角で売るということが分かった。よし。マジかよ。ノータイムで最高値たじきした。え、貴様ジジイなのでは。貴様男だよな。大人、子供ではない。よし。終わった。ああ、交渉人数失敗してもカウントされたまんまになるのか。ああ、むずいね。やってしまったシスが。2000。うん、どっちだ。すまんがやめとくよ。なんで買えよ。これ、ユーナちゃんが売ってるんやぞ。2000でユーナちゃん。2000でユーナちゃんが売ってるんやぞ。それ買うだろ、ユーナちゃんだったら。誰が買うんだよ、そんな2000とかを。女の子には定価で売ろう。安いじゃないか。2000で売っとけよかった。これは失敗かな。いや、あれだ、子供が行きたいって ねだってるんだろ。どうよ。あもう真面目にやれよ。なんでなんでよ。そういうこと。じゃあ1500ぐらいにするわ。やっと売れた。ん、2000だな。兄ちゃん金持ってるだろ。1500。よし。はい、乗ってー。スパーフ乗れるよ、こっちは。乗ってよかったのか。あっちの北側の人たちとちょっと交渉してくるわ。え、これさ、スパーフ乗ったらリュックが襲ってくるじゃん。リュックいるけど。あれだろ、スパーフの鼻でユーナが飛び込んで、ユーナがキャッキャッして楽しむんだろう。え、どういうこと。キマリがそんなこと言ってたじゃん。言ってたっけ。シパーフが揺れてユーナが川に落ちた。シパーフは長い鼻でユーナを助けた。ユーナは喜んで3回わざと川に飛び込む。そして、ね、なんで全然交渉しないで突き進んでるの。こういうのはね、遠くにいる人ほど大体高値で買ってくれるっていうのがゲームの相場よ。私ゲームやり慣れている。こういう人たち、こういうのがね、買ってくれるんよ。ほら。で、ちょっと戻ったとこにいるこの人は、高いんじゃないの？いやいや、このチケットいくらか知ってる？定価、なんと2000ギル。それを今なら、なんと1500。よし。完璧なんじゃないか、これは。どうです？売れましたか？チケット。任せて、ちゃんと売れた。ママだね。ちょっと売れ残っちゃった。いやいや、大したものです。初めてにしては。あ、よかった。もっといけません。支払わないとね、売上金の差額を。3500もらった。そしてこちら、お約束していたスフィアです。やったー。あ、何騎士？魔獣士。魔獣士か。何でもやってみるもんだな。ではでは、お疲れ様でした。イベント楽しみにしてるよ。いや、俺らはさ、こういうんじゃなくてさ、何をやるべきだ。発掘よ、発掘。ライセンスもらったんだから。今なんかシスこっち来たから。でもこういうのやらないと今のを取り逃してたってことだろ。確かにね、重要だったわ。そう考えると重要だね。魔印取れなかったってことか。そうだよ。やらなきゃいけない、これは。しといてよかった。で、しかもこれ、溢れる魔力。だから魔法系は溢れる魔力にすると、魔力が上がる。
魔物の技を使える。あれ、なんか聞いたことある、聞いたことあるな自爆できるんじゃない自爆できるやつやん。おー、ガガゼド山に捕獲しに行こうぜ。お、なんかアクティブリンクが増えているが、グワードサラム星5、やば、ビーカネル星4。でも今から俺がアクティブリンクのところにちょうど行くんだが、ギップルの紹介を得たからアクティブリンクがついた。ナーダラさんの許可をもらってきな。どういうこと、この大企業病じゃん。こう順番に反抗してもらわないとさ、承認が通らない。なんだい、あたしゃ忙しいんだよ、発掘スタッフが足りなくてね。あ、私ユーナ、ギップルの紹介状ナーダラに見せる。なんだい、あんたたちが新入りかい。なんかめちゃめちゃ空気悪いからマスクしたいんだが。よろしくお願いします。確かに大召喚師も大変なんだ。みんなになんか苦労してると思われてる。でも特別扱いはしないからね。はい、現場へはホバーで送ってやるから、ライダーのところへ行ってな。オッケー。ちょい待ち、なんすか。発掘の前にちょいとオアシスの様子を調べてほしいんだよ。へー、いいよ。この頃妙なものが流れ着くらしくてね。へー、それじゃよろしく頼むよ。了解。妙なもの、早速頼まれ仕事かい。ナーダラさんの勢いに飲まれるとコキ使われるぞ。まあ一つよろしく頼むわ。じゃあホバーで行きましょうか。多分これまだ開かないっすよね。鍵かけ。外の世界とビーカネルをつないでいるのは対空とオアシスだけですね。そういえばなんかどっかからオアシスに俺らも流れ着いた気がする。ん、クソ壊れてやがる。違うな、なんだこれは。乗れないんだけど、どういうこと。ここじゃないんじゃない。え、おい、遭難したのかいなんかめっちゃ俺遭難したって言われた。お、いける。隣じゃねえか、すぐ。さあ、ミッションスタート。オアシスに行きながら、邪魔者が出てきたら問答無用で閉めてやれ。オアシスを調べて戻る。成功条件。閉めるってどういうこと？いや、殺すってことでしょ。そういうこと？そういうことよ。恐ろしいな、このゲーム。さあ、オアシス、ティータが流れ着いてきてる可能性もある。我々、ああ、スフィアやん。あ、あれじゃない？ああ、こういうの怪しい。まず周りをよく確認しよう。取ると、魔物が出てきて、ガッシャーって。大丈夫か？こっちは、指差し確認だ。大丈夫か？水の中は、見とけ。大丈夫か？よし、取ろう。スペシャルドレススフィア来た。これなんじゃん。おう、マキナマズル。え、ってことはリュックが機械仕掛けの人形になれるってこと。怖っ。神って言ってやる。リザルトプレートの全ドレス。おお、なんか特別ゲットした。なんかリュックはなれる。なろうなろうなろう。そうだな。こんなところで出くわすとはな。なんと使ってくれと言われた。私ここであったが、なんとやらだ。いつぞやの礼をさせてもらおうか。出た出た。じゃ、閉めてひんむくか。ユーナさんはあれ、銃持ってるか。わけのわからねえことを。私、今、なんとスペシャルドレス持ってるんですね。いや、セットできてないからダメなんじゃね。あれ多分持ってたら使えるんだと思うけどね。あ、そういうこと。周りから、あ、これ女戦闘員だし。二つ取れるな。あれ待って、これ誰。これユーナちゃんはとにかく回復してもらって、これ誰。スパインちゃんはとにかく戦ってもらって、これでリュックが一着替え、一着替え、かわいい着替えからの、さあ2着替え。 HP 管理大丈夫か。かかってきなさい。3着替え。これ着替えは一瞬で終わんの。とっぽいね。めっちゃ可愛いんだな、やっぱ白魔。リュック印の白魔法。後
後ろの方にして、リュック安心できるか。お祭り石もいいよな。でさらに魔獣石、これ新しい花火を持ってからのこっちが魔獣石。銃持ってる。魔獣石見破るが使える。おお、ついにライブラー代わりが来た。見破るフレイムミス。え、沈黙。沈黙見破っておく。ルブラン一味、作戦担当、砂漠でスキアを探していた。防御力や HP は低いが回避が高い。攻撃を避けるのが得意。魔法で押していくのがいいかもしれない。なるほど。で、さらにこっちにも行って、やっと来た、やっと来た。これよ、これ白間から。ちょっと待って、え、元気出して。これじゃない、ゼウス、エクス、マキナ全部着替えた。え、エロ、エロ、エロ、なに、あれあれ、これ、これサムネにできないやつじゃないの。待って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 